だってあなたはイズクの生きがいなんです。命に変えないで、ちゃんと生きて守り育ててください。それを約束してくださるのなら私も折れましょう。約束します。憧れのヒーローからここまで行ってもらえるようになってたんだもんね。これがあなたにとって何よりも幸せなことなんだよね。イズクも分かってるね。絶対心配させない。Iya, jadi barusan si All Might benar-benar memohon ya kepada ibunya si Midoriya agar memperbolehkan si Midoriya menjadi seorang pahlawan. Dikarenakan ketika kita menjadi seorang pahlawan, pasti ada tanggung jawab besar ya yang akan kita lakukan. Dan di sini ibunya si Midoriya ini cukup khawatir ya, dikarenakan memang ya menjadi pahlawan berarti nyawa gitu loh. Kita akan melawan para penjahat yang bisa apa kapanpun membunuh kita. Jadi benar-benar ibunya si Midoriya ini cukup khawatir. UA 敷地内、校舎から徒歩5分、ハイツアライアンス。ここが新しい僕の、いや、僕らの家だ。とりあえず一年 A 組、無事に集まれて何よりだ。さて、これから寮について軽く説明するが、その前に一つ。大事な話だ。いいか。トドロキ、霧島、ミドリア、ヤオヨロズ、イダ。この5人は、あの晩あの場所へ、爆音を救出へ赴いた。その様子だと、行くそぶりはみんなも把握していたわけだ。行った5人はもちろん、把握しながら止められなかった奴らも、除籍処分に本来ならしてる。理由はどうあれ、俺たちの信頼を裏切ったことには変わりない。しかし、ヴィラン連合の出方が読めない以上、遊泳から人を追い出すわけにはいかない。正規の手続きを踏み、正規の活躍をして、信頼を取り戻してくれるとはありがたい。以上。さあ、中に入るぞ。元気に行こう。除籍処分、信頼の裏切り。いや、待って。元気に行けないです。青空来い。え、俺なに、やだ、なぜ。Oke, ya. Bentar, gue nggak tahu di sini kenapa si Bakugo malah mengajak bertarung si Kaminari ya. Di sini gue benar-benar lupa dengan jalan cerita ini. Ini pada saat mereka ini masuk ke asrama. Dikarenakan di sini kan mereka akan menjalankan suatu latihan untuk mendapatkan ini ya, lisensi apa pahlawan sementara. Jadi di season ketiga ini mereka tinggal di asrama bareng-bareng. Bentar, kombonya Bakugo tuh bentar. Anjir. Ya, take this. Anjir, nggak kena coy. Ya, gue harus bener-bener apa deket ya ketika menggunakan skillnya Bakugo. Oh shit. Oh my god. Nice, langsung mati. Iya, di sini lebih parah sih untuk frame rate-nya, lebih kacaunya tuh lebih parah daripada stage yang tadi. Tapi masih mending lah turun dari 60. Ya walaupun cukup signifikan ya, dari 60 FPS turun ke sekitar 30-an. Oke ya, gue dapet C dikarenakan memang tadi gue terganggu ini ya, adanya kekacauan dari frame rate-nya. Kaminari, どうした、バクゴ。いつまでもしみったれられっと、こっちも気分悪いんだ。フリードフィー。ダメ。うち、この雷、
ズマ。ふん、いつもみたいにバカさらせ。茶番も時には必要か。Oke, ya jadi emang sebenarnya si Bakugo ini memiliki hati yang cukup baik, cuman penyampaian atau caranya dia yang menurut gue terlalu kasar ya, atau terlalu berlebihan. Oke, kita akan masuk ke episode berikutnya.1棟1クラス、右が女子棟、左が男子棟と分かれてる。ただし1階は共同スペースだ。食堂や風呂、洗濯などはここで。聞き間違いかな。風呂、洗濯が共同スペース、夢か。広きれい、ソファ部屋割りはこちらで決めた通りだ。各自事前に送ってもらった荷物が部屋に入ってるから、とりあえず今日は部屋作ってろ。明日また今後の動きを説明する。あとミネタ、風呂と洗濯は男女別だ。お前いい加減にしとけよ。いやー、ケイはあれだが、共同生活ってワクワクすんな。男子部屋できた？あのね、今話しててね、提案なんだけど、お部屋披露大会しませんか？ああ、いいぜ。俺の部屋に来いよ。すげえの、見せてやんよ。部屋を決めるってことで、誰の部屋から見よっか。スルーすんじゃねえ！アシト、ちょっと表に出ろや！ファイナルラウンド、レディー！絶対に俺の部屋に来てもらう。わからな。やっべ、なんで？くっついた。おい、いた。ミネタ、顔が怖いよ。雨に。来いよ。シドさんたちの部屋を決めるという提案を断る間もなく、みんなが真っ先に向かったのは、それ僕の部屋！あー、ダメダメ！あ、ちょっと おお、オールマイトだらけ、オタク部屋だ、すごい。なんか楽しくなってきた。君の部屋はメガネすっごいある。リシマ部屋はな、わからない。男子の気持ちがわからない。佐藤の部屋はちょうど四
え、常闇の部屋怖くない？剣とかあるけど何に使うの？うわ、轟は和室？ビビる。リフォームしたのこれ。青山は、ああ、うんだよね。てか次うちじゃん。やだな、はずい。わお、これ全部弾けるの？ジローちゃんはザ・ロッキンガールだね。アシドさんの部屋はめっちゃ可愛いよ。キアオヨロズさんの部屋はと、家具が豪邸やないかい。アガクレビア、ブルスウルトラ、その他もろもろ皆様きちんと見て回りましたでしょうか。では第1回部屋王暫定1位の発表です。得票数5票、圧倒的独走、単独首位を叩き出したその部屋は佐藤力道。ちなみに全て女子票、理由はケーキ美味しかっただそうです。てめえヒーロー志望が増愛してんじゃねえ。何に焼けてんだこの野郎。よかった、みんないつも通りだ。お部屋披露大会始まるよ。ナンバーワンイン新生活初日、新生活初日、いつまでもしみってりやがって。おやおずれ、こっち来い。お部屋披露大会始まるよ。ナンバーワンインテリアセンスは誰だ。部屋王を決めちゃいます。お部屋披露大会始まるよ。新生活、お部屋披露大会始まるよ。爆豪、夢のために無茶をしてきた僕、お母さんが心配するのは当然で。まずは二郎と爆豪の家への訪問か。親御さんから了承がもらえるか。始めよう。生徒の安全を確保する目的で作られた全寮制への理解を得るために、俺はオールマイトと共に家庭訪問に向かった。まずはジロン地下、必ず京香さんを立派なヒーローに育て上げてみせますので、全寮制についてどうか今一度任せていただけないでしょうか。ああ先生、いいっすよ、頭なんか下げなくて。このおっさん、オールマイトの戦い見てこんなロックな人に教えてもらえるなんてって泣いてたらしいっすもん。もっと非難されるものと覚悟してました。理解のある親御さんで助かった。そして感謝します、オールマイト。よせやい、らしくない。それに次は爆豪少年の家だ、そううまくいかないと思うぞ。いや爆豪少年、わざわざ家の前で待っていてくれたんだね。オールマイト、聞きてえことがある。デクはあんたにとって何なんだよ。すまない爆豪少年、ここだけは晒せないんだ。生徒だよ、君と同様に善とあるヒーローの卵だ。やっぱ本当のことは言わねえか。だったら力ずくで口開かせてやんよ。まったくお前は合理性の欠片もないな。見ての通りオールマイトは重傷だ。そんなに体を持て余してんなら俺が相手してやる。オールマイト、私の後ろに。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。相沢君、よく分かってますよ、家の前ですからね。
手加減はしますよ。格闘だ。これで蹴り上げて。てめえ、どこで。ダメさ、へこみやがれ。やっせ。格闘が甘いな。加減はできない。何笑ってんだ。やる気あんのか。痛いとこはついてく。避けきれねえ。明らかだ。出ねえ。消しやがって。警戒してんのか。これで無理やりかよ。無駄。避けきれねえ。甘いな。もうテスト燃えてやがれ。ウィー。その抵抗は非合理的だ。アメージング。そんなに言いたくねえのか。だったらいいわ。家入れ。カツキ、あんた何やってんの。また先生方にご迷惑かけて。あんた家庭訪問のことバレてないとでも思ったの。バレバレよ、バレバレ。あ、寮の件ですよね。どうかこの子のことをよろしくお願いします。この学校は勝樹を見てくれてるって思いました。こんなどうしようもないやつだけど、さっきみたいにみっちりしごいていいヒーローにしてやってください。爆豪のおふくろさんから話を聞くと、どうやら俺の会見を見て雄英を信頼してくれたらしい。これからは生徒たちを本当の意味で預かることになる。教師一同、より一層気を引き締めなくては。まずは次郎と爆豪の家への訪問か。新お部屋ひっ。あの時私は心を鬼にしたわ。始めよう。なんだかんだで全員の部屋を見て回り、部屋王決定戦は幕を閉じた。誰も予想しなかった結果に終わったけど、そしてその後僕たちは呼び止められたんだ。トドロキ君、デク君も飯田君も、それに霧島君、ヤオヨロズさん、ちょっといいかな。つゆちゃんがみんなにお話ししたいんだって。私、思ったことは何でも言っちゃうの。でも、なんて言ったらいいのか、わからない時もあるの。林間合宿で爆豪ちゃんがヴィランにさらわれた後、戦闘許可も解除され、勝手な行動が許されない中、私はあの時、心を鬼にして、辛い言い方をしたわ。どれほど正当な感情であろうと、また戦闘を行うというのなら、ルールを破るというのなら、その行為はヴィランのそれと同じなのよ。それでもみんな言ってしまったと今朝聞いて、とてもショックだったの。止めたつもりになってた不甲斐なさや、いろんな嫌な気持ちが溢れてきたわ。みんなと楽しくおしゃべりできそうになかったのよ。でもそれはとても悲しいの。だからまとまらなくてもちゃんとお話をして、またみんなとおしゃべりできるように。つゆちゃんだけじゃないよ。みんなすんごい不安で拭い去りたくて、だからなんていうかむずいけど、とにかくまたみんなで笑って頑張っていこうってやつさ。スイちゃん、すまねえ、話してくれてありがとう。みんな取り戻そうと頑張ってくれていたんだ。いつもの、そう、いつものヒーローを目指し切磋琢磨するあの日常へ。
あの時私は心あの時おいあの時私はあの夢のためあ必殺技お部屋あの時はお部屋拾うたあの時は必殺技のトレーニング始めよう。ハイツアライアンスへの引っ越しが終わり、今日から学校が始まる。久しぶりの授業、楽しみだ。今後だが、まずは仮免取得に向けて動いてもらう。ヒーロー免許ってのは人命に直接関わる責任重大な資格だ。当然試験内容も厳しい。そこで今日から君らには必殺技を作ってもらう。学校っぽくてそれでいてヒーローっぽいの来た。技の有無は仮免試験の合否に大きく影響すると先生から伝えられ、必殺技のトレーニングをするために僕らは体育館ガンマへと移動した。戦闘とはいかに自分の得意必勝の型技を押し付けるかだ。早速だが、仮想ヴィランを相手に実戦形式で進めていこうと思う。一番手は、ああ一番つったら俺しかいねえだろ。行くぞ、ファイナルラウンド、レディークラッシュ。久々に暴れるとスッキリする。仮想ヴィラン、もう一体頼む。かっちゃん、やっぱりすごいや。もう技のビジョンもたくさんあるんだろうな。僕の腕、もう無理はさせられない。どうしよう。みんなは個性を伸ばし順調に必殺技を編み出している。ドバー、アシドさんらしいや。ミネタ君はグレープラッシュか。どんな技なんだろう。うららかさんも頑張っているのに、僕は必殺技のビジョンが全然浮かばない。どうやら悩んでいるみたいだね。考えるのさ少年、正誤は重要じゃない。自分で考え気づくことが重要なんだ。一つアドバイスだ。君はまだ私に習おうとしているぞ。各自個性の伸びや技の性質に合わせてコスチュームの改良も検討するんだ。専門的なことは校舎1階にある開発工房で聞いてくれ。